君ーはいよ。君<ー>何なにそんな平顔で映画エゴサしてるようじゃないか。もうちょくちょくな。やめるんだ。<laughs> なんでよ <laughs>。<laughs> 厳密にはにはい、エゴサしているとうん大おぴらに言うのをやめるんだ。ああ。えでも言ってなかったっけあんた僕も一時期は言ってたんだけど。うん。うん、エゴサのプロみたいなこと言ってたじゃん。一時期は。うん。でも その、やめたんだ。エゴサもやめたし、もう言わなくなった。ああ、最近そう言われたら聞かないか。エゴサしていることを言うと、ファンが縮こまれ。見られていると思って、こんな例が正しいかわからんが、エゴサしてないって言うと、ええなんか坂本と中岡がゲームでわーって喜んだみたいな特徴的なシーンが配信であったとするじゃん。そこで、 僕らがエゴさしてませんって言ってると、ファンは坂本と中岡が抱き合って喜ぶイラストを投稿する。しかし、坂本中岡がエゴさしてますっていつも言ってると、まあなんか握手程度の喜びの絵になるだろう。<laughs> <あー S 2> その例が正しいかはわからんが、うん。なるほどね。<あー S 1> うちょっとランク,ランクと言ったらあれか。 こう下がるわけだランクかどうかもわからんが、おっぴろげになる感じが本当に書きたいものではないものが出てくる。ああ、なるほど。そう。言ってやんなあ。俺一切絵をさせないからね。 言わせるべきだと思うよね。はあ、なるほどさすが配信のさ、コメントとかでさ、ひどいのがあったら、僕らはその、コメントの環境も作らなきゃいけない立場だから、それは目の届く範囲では、これはダメだね、あれはダメだねっていうルール作るかもしれないけど、さすがに、ツイッターとか、他のところで好きに言うのは、それはもう自由にさせてあげてほしい。そうね。そう言われて、いやー、そっか、プレッシャーかけて、プレッシャーというか、こう圧をかけてたのか。 エゴさしてないって言うと、おそらく、中岡シネクソブタつまんでんでバーガーって言うだろう。うん。SNS で。でも中岡がエゴさしてまーすって言ってると、中岡かもうちょっと頑張ってほしいな、程度の言い方になってしまう。それした方がいいよね。ちょいちょい言ってるからな。ちょいちょい言ってるでしょ。うん。中傾上で特に何回もね、俺の美味しいって言ったところ言ってくれてありがとう見てるよなってるからね。ネットストーカーみたいなことする 僕も昔さ、エゴサの鬼みたいな時は確かにあって、もうファンが見られたくないがために、坂本のことリンゴマークとかで書いてんの。言ってたね。そこまで突き止めて、全部調べて。全部調べていって、そしたらファンは今度鍵赤にして、逃げないようにしてくよ。僕服赤つくてそこに潜り込んでみたいな。やっていく中で、これあかんわと思ってしまった。 やりすぎ注意。やりすぎ注意だったら、あかん。もう改めたんだ、そこで。なんなら僕、爆音でも同じことしてたからほろふき大根みたいな、その、別赤のやつを、ずっとシティに立たしといて、はい、誰か僕の悪口言ってるえのやないか。うんって言ってたら、<laughs> お前、ぶっ飛ばしてやるからな、思って。ずっと聞き耳立てログ集めて。全部の部屋に一体ずつ入れいないよ、ね。怖 <laughs> <laughs> っ。<laughs> <laughs> っていうね、僕、先駆者で、あんま良くない、 今年だなって思いあるから助言というか、うん、その先は結構あんま良くないお互いのためにね、うん、まあ耳が痛いほど分かるわそれはだよね、うん、風通しが悪くなっちゃうからな、うん、過去のラグナルクでのな痛い目も近くで見てるしな、うん、俺なそうなのよ、うん、正直なな感想がないと、うん 活動がふわっとする感じあるのよ、僕も。<う>だから、中岡がクソつまんねえことしても、中岡がエゴさしてるって言い張ってるがために、うん、なんか、どこを見ても、うん、中岡頑張れ、面白えなってなると、僕も、うん、じゃあ中岡面白えんだってなるじゃん。はい、面白くないのに。<laughs> <laughs> あまりの辛辣な本音は、配信外でやってほしいな。うん、配信だとね、中岡はチラッと見て死ぬから。うん、<laughs> 今も優しいコメントがね、ただ流れてますね。<laughs> まあ、坂本最近変わったなってコメントあるけど、うん、多分にポジショントークだから、また次回違うこと言ってる可能性は多いにある。あ<ー>多分中岡がエゴさしているなっていう事実があったがために、今ここに立ちって喋ってるだけの人みたいな、そこに対峙する感じだよも大いにあるよね。来週忘れてそうだな。うん、エゴさどんどんしろやみたいに言ってそうだけど。<laughs> <laughs> もう来週の域じゃないと思うんだよもう。明後日ぐらいには忘れてると思うんだよな。<laughs> <laughs> 新幕末ラジオ第154回、皆さん本番は。 あなたのおびびの恋人。坂本龍馬、そしてエゴサマジン。中岡真太郎。中岡真太郎ですが。エゴマジンいやいやいやエゴ岡真太郎です。寒くなってきましたな。だいぶね。うん。でもあなたはまだ半袖気味なんだね。え長袖だよ、これ。まくってるでしょ。この部屋だって今クーラーついてんじゃん。じゃあまくんのおかしくないそうだわ。18の設定だぞ、この部屋。そう言ってるのおかしいや 18度だよ。寒いからにしてるよ。部屋をね、しゃべってる時暑くなるから。カッカするのはわかるけどな。ずっとまくるよな。てか、去年もその服見たぞ。これだってずっと着てるもんね。おとも見た。もう10年ぐらい着てるこれ。やめろよ。なんでよ。大きいんだろう、着てる。着る大きいんじゃん。これもボロボロなんだよな。ボロ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 。着やすいんだよな、これ。何そんなボロボロになるの袖口だけ。なめてんの 乳幼児の袖口みたいなのあるじゃん。なになに俺、ここ行ってヨレ俺、パパしてんの。そう、余駄ここで拭きまくってるから。あ、まあ、拭くことはあるけど。拭くんだまあ、でも、袖口の角っこはどうしてもね。拭くな。擦れるからさ。拭くの、そこで。たまに水飲んで、ちょっとこう。水ぐらいはまあ、いいけどさ。いや、それ、カレーとか、そんなの拭かないって。糖分とかない、普通の、ただの水分。うーん。 いや買った結果、服。いいよ。やっぱ今風の、ちょっと。やだ、嫌な思い出しかないもん。なんでだよ。また、センスの塊よ。またローライズのわけわかんないジーンズ買おされる。1万6000円とかな。やめてくれ、そんなの。買ってあげるっつってるでしょ。いいよ、もったいない。現金よこせや。で、島村なりユニクロ行って安いの買うって残り自分の安いの買うじゃん。ジャイアンティシャツとか。わけわかんないじか、ん昨日着てたからな。昨日着てたね。うん。 <laughs> それも一年、通 <laughs> 年で着るんだね。通年ではない。寒くなってきてから <laughs> 夏は着ないんだ。着ないあれ、長袖だから。ああ、ジャイナガティーなんだ。うん。もう20度いかないからね、<う>外ね。いや、見て、飽きてきたな、中岡の服。同じの着るから。<ー>目に新鮮味がないよね。着 <laughs> とろうと言えでいけど、まあ、僕もさ、チャックも履いてるい <laughs> バックしゃいてる今 <laughs>。 いつも黒っぽい服ばっかり着てるからそういうこと言えそれたら俺の方がカラフルだからね服はいつもそうだ暖色系暖色系なの好きピンクとか好きだしピンクうんやっぱり何やっぱりって何何で寄せてく動物にその豚に寄せてってる感じ あのピックのピンクっぽいやつじゃなくてもうちょっとはっきりしたピンク今結構サーモンピンク感あるけどなうんそうこれ買ったばっかりの時もっと濃かったんだけどああかなり減色寄ってってるよ四つん這いで歩いてたら多分保護されると思うなそう言われたそうにしか見えなくなるなこれパーカーもついてるからさこれかぶったりもうかぶったら全部ああまんまだわだだこれ量り売りだ一等買いしてくれ いくらよ <laughs> 5000円ぐらい油しかないからい安いんだ <laughs> ゲロ安だわ、うん、じゃあ買うわ<ー>、うん、どうせ捨てるんでしょいや使い倒すよ <laughs> 何に使う食べはしないけど <laughs>